アイドウシチナは、スロベニアのビッパーバダニの中央にある町である。アイドウシチナは、アイドウシチナ平原とゴラ山の接点、フベル川とロカウシチェク川の合流点にある。海抜は106メートルである。アイドウシチナ町は、アイドウシチナ自治体の中心である。今日の町の中心になっているのは、旧市街のラウリチ広場である。洗礼者、ヨハネの教区教会堂には、セベの洋画がある。 教会の北には、ダニロロカル小学校、ベノピロン中学校とポリセェスポーツセンターがある。教会の南には、バスと鉄道の駅がある。フベル川の西側に、シュトリエ地区という村とラウリチ図書館がある。シュトリエ地区には、マテウジラングス、マテーブスランガストとネクラルユ、トーンクライの絵が入っている、ジョージ聖人の教区教会堂がある。 この辺りが住宅街であり、一番人口が密集しているのが、シュトリエアイドーシチナ、スタイエアイドシチーナ小学校がある、リブニク、リブニックである。フベルのカルスト線の周辺に貯水場がある。パレスポーツパークの近所に、水力発電所とアイドーシチナホステルがある。そこに、全長3100メートルの自然学習道、ナーバスラボが優勢なポットもある。工業地区が、 町の南にある。工場と下水道の廃棄物のために、排水処理プラントが、アイドーシチナ平原の中心に建てられた。東の町外れにスポーツスタジアム、墓場と飛行場がある。飛行場の向こう側に、バイピストラルの本社のある、商業地がある。アイドーシチナという地名は、アイドという言葉から由来している。伝説によると、スラブ人が、 カストラの定石を見たとき、それが巨人の農児だと思った。古代ローマ帝国の270人にカストルムアド、フルビウムフリジットムという14基の軍事用の塔が、ここにあった。この軍事拠点がイタリアとバルカンの間の野営地であった。ローマの巨星の遺跡。ありがとうございます。